子2人います。高校1年生と中学校2年生の東賀と春子という2人が作ります。まさに皆さんに見て姿ですね、自分の子供みたいな感覚で今思ってます。本当に今日私の話で、トルコのことをどこまで知ってもらえるかなっていう課題があるんですけれども、本当に